ニューヨークにいた3ヶ月間は、ひたすらオープンマイクのバーに通ってて、なんか自信があったんだよね、<laughs> <laughs> 歌聴いて、うまくいった時はみんな態度が変わらず、レゲエをやりたいっていうミュージシャンで、うんうん、本当になかなかいなくて、特に同年代。4人揃うまでに結構時間かかって、うんうん、で始めたのが3年前だっ うんそう、アサウンドっていう名前をつけて、うん、それ綺麗な自分だけ見せるんじゃなくて、うん、もうありのままが人間らしくて、私はそう生きたいみたいな。うん、私も元は本当にすごい自信がなくって、うん、まあ一番は本当に自分を責めないでほしい。あの、自分のこと大好きになれるタイミングが絶対に来るから。うん、で、私はやっぱそのきっかけの一つに歌を通してなれたらいいなって思ってて。 高校を卒業して、うん、えと就職するなんか大学校に行こうとは思わなかったそ<う>か音楽をその吹奏楽続けてとかうん、うん、そういうのは全然もうなく、うん、なんかねまあとりあえずなんか本当学校に行かないっていうのは、うん、その大学に行かないっていうのは、うん、もう中学校ぐらいから決めててあそ,うなそうそうなんかまあ 本当に私はなんかシンガーになりたいっていそれしかなかったからあんまりその学校の必要性をまあねだから高卒高卒資格うん、うん、までは合ってる日本語、うん、る <laughs> は。あのしんしうん、は、うん、あの欲しいけどそこから先は本当にもうな,なるべくやっぱり。 無駄なくそののシンガーへの、うん、まあその高校で全然やっぱ全然ではないけどやっぱりシンガーとしての活動はさやっぱりあのしてなかったから本当にもう結構その焦りもあってそのやっぱ特に最近はちょっと変わってきてるけど私がやっぱ小学校ぐらいの志した時ってやっぱり。 みんな、まあ、17歳18歳ぐらいでデビューしてジャスティン・ビーバーとかもっと長かったしそう結構だから本当に自分の中でシンガーになる準備は本当できてて、うん、ずっと中学校ぐらいから、うん、ずっとそのでもなり方とかどういう形でなるかっていうのがビヨンセももうなんかちょっと違うなって思い始めてもうなんか本当ビヨンセになりたかったらさやっぱり。うん オーディション番組とか出てもう超若い時にでもなんかそういう感じをさまあ人生の流れでそうはなんなかったからまあ高校で吹奏楽頑張ってだからまあ大学はそうほんとにまあ行く必要があんまりないかなって思っててだからとりあえずでも私は海外に行かなきゃっていうなんかあって。 その世界で今日通用するシンガーになるために、うん、だからとりあえずお金貯めてっていうところだったんだけどでも実はその大学見学とかもちょっと兼ねててっていうのもその音楽大学、うん、海外の音楽大学ならやっぱりその行くメリットがあるかなと思ってすごい超上からな言い方だけどそう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  <laughs> でだからまあ一回見てみようと思って、ね、でも、まあ、うちそんな,なんかね、うん、海外のさ大学ってめちゃくちゃ高いわけ学費うん、うん、特に海外からの入学生アメリカ人じゃない、うん、例えばアメリカの学校だったら、うん、アメリカ人じゃない人への学費がめちゃくちゃ高いわけだからもう普,通、まあ、あの普通にそんなさ親がポンとさ出せる感じでもないしうん、うん、まあどっちみちだから なんか方法を探さなきゃあれだから、うん、とりあえず見に行きたいって思って、うん、で大学見学も兼ねてそうバークレーも見に行ったしうん、うん、あと同じくボストンのニューイングランド音楽学院だっけうん、うん、そういうのとかあとニューヨークのニューアークとかあとねシカゴの何だっけシカゴのね うわわ名前忘れちゃったわなんかそう, <laughs> うん、うん、シカゴの芸術大学で,、うん、でも音楽が盛んなとことかもうん、うん、友達が行ってて、えー、サックスのサックソフ、うん、あそこも見に行ったりとかコロンビア大学だったかなそうそうでいろいろそう見たんだけど結局それ見ても行く必要ないなっていう結 <laughs> 論に至って <laughs> なるほどね ニューヨークにいた3ヶ月間はひたすらオープンマイクのバーに通っててそう週に2回か3回ぐらい毎かそうそうそうオープンマイクをやってるバーが結構あってニューヨークでこのバーでは毎週月曜とかこのバーでは毎週木曜とかあるからまあそうやってもう本当に週に23回違うバー通ってでその,あのオープンマイクない日に。 あの、本当に、スクランブル交差点うん。ってあるよね。スクランブル交差点ってか、そういう、ああいう、なんていうのあ、違う、違う。違う、違う、違う。あそこ、あそこ。あそこだ。マンハッタンのさ。なんだっけ、あそこ。うなんだっけ。マジでどうスリした。なんだっけ。あ、ダメあ、そうだ、そうだ。あ、そう。 日本人すぎてやばい。<laughs> <laughs> そう、タイムズスクエアの、本当 <laughs> に、そっから1分ぐらいのとこに、なんか安い、ごめんね、もう遅いのいっぱいあるから <laughs>。なんかめちゃくちゃ安い、個人、個人で入れる超狭いさ、うんうん、個人練習スタジオみたいなのがあって。うーんそう、そこに通って、うん、あの、なんか、今週歌いたい曲を練習して、うん、何歌ったっけな。 ホイットニーの saving all my love for you とか、最初に歌ったのがそれだったかなオープンマイクで。そうやって、まあ、毎週一曲テーマ決めて、テーマってか、テーマ曲今週この曲にしようっていうの決めて、スタジオで練習して、で、それをオープンマイクの日来たら、それぞれのバーでやって、発表して、みたいな。で、なんか、あと、空いた時間っていうか、同時に、 語学学校にも一応2ヶ月ぐらい通っててだからニューヨーク行った時は語学学校行きながらスタジオで練習してオープンマイクバーで発表して、うん、あとはあらゆるアーティストの,、うん、あのライブ見に行った、えー、まあその本当にちょうどタイミングがあったアーティストだけだけど、うん、マライア・キャリーでしょ<ー>あとアリアナ・グランデ。 あとローリンヒルあ,あすはい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 <う>結構いろんなジャンルのそうそうそうあと誰か見たっけなあとはね多分だいタイミング合わなくていけなかったんだけどうん、うん、そうそうだから本当にまあ自分にできる音楽のなんかうん,、うん、なんか吸収して帰ってくるっていうのがあったからそういう感じで暮らしてたかなうん、うん、そうそうそうなるほど、うん、えでもさ そういうい全然全く見知らない人の前でさ、うん、しかもじ違う土地で国でさ、うん、オープンマイクするすごい媒体っていうか勇気がいることだけどそれはもう何もでもねなんか自信があったんだよねさ <laughs> 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 もうんかなんだろういや自信があったっていうよりは、うん ほ、まあ、本当に私はなんかすごい歌に関してはすごいシビアに見てるから、うん、もう自分の歌に言いたいこととかやもう山ほどあるしほ、うんと一生勉強って感じなんだけど、うん、でもやっぱり何だろう難しい環境だからそれ誰もみんな自分のこと知らなくて、うん、しかも私英語をさネイティブじゃないからさ、うん、まあそのそういう意味でもすごいさ、うん、勇気が。 行ったんだけど、うん、大きいステージとか、うん、自分が不利な立場な時ほどすごい燃えるのはいはい、はい、なるほど、ね、そうだからしそういう時ほどやっぱりいい歌が歌えるので、はい、なんか<ー>スイッチが入るっていうかだからなんかあんまり緊張してなかった逆にもう、えー、だからまあ別にさ失敗したって、うん、例えばなんかだから本当に。 自分がすごいやり慣れたところでのさ、うん、失敗って逆になんか許す何、うん、だろう恥ずかしいじゃん、うん、<laughs> すごいもうね本当に自分の問題だけど、うん、まあそういうなんかすごい自分が挑戦してる時って、うん、まあ失敗してもさ何も失うものはないっていうかでも本当にそんな深く考えずに、うん、なんかすごい。 逆にだからなめられてたりとか「えん歌えんのこんな小娘のなんか日本人に」みたいなとこほどで歌聴いたら歌聴いてやっぱうまくいった時はみんな態度が変わるわけ態度っていうかさちゃんと聞く耳を持つようになるっていうかそういうのがすごい好きで逆になめられてた方がもうえじゃうもう歌でもの言うぜみたいなんか結構そういう。 そうそそそううういうなんかねなんだろう逆境に立ち向かいたいみたいなそういうのがある反骨精神みたいなあなるほどねだからまあ緊張はしたけど歌ってる時はあんま緊張してなかった気がするでも歌詞とか間違えちゃった時はちょっとあやべって思ったけどそうそうんか印象的な出来事とかあるかそのあでも その同じくオープンマイクでなんだけどうん、うん、ブルックリンの、うん、いやブルックリンかな確かブルックリンのオープンマイクバーで歌った時に、うんうん、アンコールもらったすごい !1 曲目何歌ったのか多分1曲目に S <S、うん「Saving All My Love for You」ホイットニー・ヒューストンの歌って、うん、でアンコールもらって 2>,、うん、2曲目あのあの「あの 歌ったのかなそうでもなんかあんまり私もそのオープンマイクと他の人の見てて、うん、あんまりそのアンコールもんあんまりないよ <laughs> そうだからなんかそれがすごい一個の、うん、まあオープンマイクに挑戦した中では一番多分成功した瞬間だったっていうか、うん、自信にもなるしねねそれかな印象に残ってんのはへえーうん、すごい なるほどそうなんですそれでニューヨークの冒険が終わり、うん、帰ってきてそう東京に帰ってきたそう<あ>帰ってきたそれででそっからあんまり覚えてないんだけど<笑><笑>そう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  <laughs> <laughs> なんかって帰ってきて、うん、でもねその時多分まだアサウンドできてなかったんだよねうん、うん、その今ののの今アサウンドのメンドメバーの、うん キーボードのコータとかとはもう知り合いだったんだけど、うん、そうなんかそれはまだできてなくって、うん、でもそ,うその、まあ、コータとその最初知り合った時に、うん、コータも結構その大人と一緒にベテランの人たちと一緒にバンドやってて私もベテランの人たちと一緒にやらせてもらってたから、うん、まあ同年代でもやりたいよねみたいな。うん確かに 上だけじゃなくてそ <laughs> そそうそうそうでなんかそのオリジナルとかも、うん、なんか結構そのね自分のバンド自分たちのバンドっていうよりは、うん、そのなんだろうバンドリーダーがいて、うん、で、あのー、曲とか決めてもらってみんなでやるって感じだったからうん、うん、まあ本当自分たち主体の同年代のバンドやりたいねって前、うん、ずっと言ってて、うん、でもなかなかなんか。 ななんとなくその共通言語がやっぱりレゲエだなっていうのを感じてたからータとの間にも。うん、でそ,その後にあのにベースの相馬とも出会うんだけど、うん、まあその共通言語そのレゲエをやれるレゲエをやれるってよりはやりたいっていうミュージシャンって本当になかなかいなくて特に同年代、ね、先輩は結構くうるそうそういたけど。うん それでだから4人揃うまでに結構時間かかって、うん、で4人揃って始めたのが3年前ぐらいかなうそうアサウンドっていう名前をつけて,じゃあってずっとそこうたくんとバンドやりたいねみたいなこと話してる中で出会ってたみたいなうん、うん、そうだねなんか大盤とかで大盤、うん、でその同じく相馬とかナ奈も 結構ベテランの大人と一緒にバンドやってて、うん、なんかそのポツンと一軒家みたいな。<laughs> 感じの人たちを。<laughs> そうそうそう。<laughs> は,は,は,はいはいはい。って感じかな。じゃあ、基本的にライブハスであったの。そうだね。ね<ー>そうそう。そうなんだよね。なんかすごい。だ、結構運命的だよね。どっちかというとね。そうそうそう。ノートいいメンバーが集まったなって思う。ゲえ、好きでやってくれる。 ねえ確かにかかかにななり限られてるかねーねーとかそうなんか好きな子はいっぱいいるじゃん、うん、その DJ とかさ、うん、普通にあのパーティーにさ来てくれる子とかさけどやっぱ実際あなんか楽器を演奏してる <laughs> でレゲエやりたいって思う子って本当に結構少なくってロックとかさなあ確かにねいっ,い,いっぱいいるじゃんけど。 そうだからそういう中ですごいいい出会いだったな、うん、しかもなんかちゃんとね背景が分かってた方がうん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 レゲは絶対にねねーメッセージ性ある歌だからそう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 いうのすごい大事そうなんだよねでそれで結成したとそうだねえみんなそれぞれ何歳ぐらいなんだっけえっとね私が一番年上なのそうだよねそう,ねそうでえっと相馬が一個下で私二十。うん 今年でその1個下がキーボードのコータうた、ん、で今年21、うん、いやえそれはあもう誕生日きたから <laughs> あ間違えた間違えた <laughs> めっちゃ年齢にこだわるやん <laughs> いやでもえっ、ー、とそう相馬が今年23だでうたが今年22で,、うん、で一番下のドラムがマナウが、うん 私の4個下なんだよねだから今年二十歳めちゃくちゃ若いう結成しようみたいなのは意外となかったんだけどでもまあ4人でもやるようになってきてそろそろバンド名決めなきゃねみたいな最初アリワンコータソーマンマナーみたいなそういう感じでやってたから長いねみたいな。 そういうい感じかな割とそう自然な流れだったかもみんななんか一致してたっていうかその同年代であ、うんうん、まあ別にレゲエに限定し,しようって感じじゃなかったんだけどうん、うん、まあとりあえずレゲエとか、うん、そうだねまあ私は R&B とかもさ結構やってたから、うん、R&B とか、まあ、そこら辺で。 そうみんな結構ビジョンが一緒だったっていうかうみんな大人てやってたしそれぞれルーツがあるからそうそう,そうそうそう,そうなるほどねえオリジナルとかいつから作り始めたの <laughs> いつからだっけなでも本当に最初今サウンドの曲で出てる中で本当に一番最初は、うん、あのさっきさニューヨークに行った話したじゃん。 ニューヨークのニューヨーヨクに行ってる時のあの,経験のボストンからニューヨークに高速バスで帰ってきたんだけど私、うん、そのバスの中で作ったのが「うん、エブリシンググッドなの、うん、そう d のアサウンドの最初の EP の「うん、フィールイットに入ってるんだけど。 でもその時は本当になん,かなんかアサウンドがまだ存在してなかったから、うん、まあそれが1曲目っていうのもちょっとなんかあの合ってるか分かんないんだけどうん、うん、本当に一番最初はそこかな<ー>エブリスインググッドに関してはうん、うん、そうだからそこで初めてできてだからあの曲に関してはなんか私が全部あの本当あのトラックとかも全部作ってそ,そう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 もう本当にあのさ その時パソコン持ってなかったから iPhone にさガレージバンドあるあるあれでトラック作ってえそうだったんだでそれに歌とメロディー乗せて本当でもバスの中で全部できてそれがすごいそうでそれをメンバーに聞かしてでやってるんだけど今でもその後えでもさそういうさ作曲みたいなことってさどうやってさ 得てったの自分で習得しててでもなんなら初めて作っいやなんかボツになったのはいっぱいあるんだけど <laughs> ちょっとは出これ出すのはずいみたいな<笑><笑>で初めてそうやってちゃんと出した曲は「エブリシング・グッドで」で、うん、でもその曲作ったきっかけは、うん、ボストンでなんか私 a i r b でホームステイしてたんだけどうん、うん、でそれで偶然同室になった。うん コロンビア出身のなんか男の子がいて同年代でなんか仲良くなって一緒にそのボストンの,さ、うん、あの街とか遊んだんだけど <laughs> そ,うでその子がその子とやっぱやっぱ共通言語は英語じゃん。うん、で私めっちゃ片言で最初は良かったんだけど、うん、なんか 後半すごいなんかバカにしてきて喋れない感じをそう <laughs> なんかそれにめっちゃムカついてでもなんか本当に言葉が、うん、私本当だから全然喋れない状態でさ、うん、ジャマイカもニューヨークも行ったけど、うん、なんか仲良くなる人とは仲良くなれるわけ、うん、<し>言語とか関係なくねそう,そうで通じる人とは通じ合えるわけうん、うん ちゃんと言葉喋れてなくてもだから発音とかさあそうだ発音をすっごいバカにしてきたなんか全然悪気はないんだろうけどなんかすごい笑ってきて発音とかそうそうそういやそんなの分かってんだでだから何を言いたいかっていうとあ言葉って関係ないんだなっていうのをすごい感じたわけそう生活の中でそうそれじゃなくってやっぱりその分かり合いたいって思う気持ちとか やっぱもうそういうところ。うんうん、で、だからもう言葉が通じなくても仲良くなれる人は仲良くなれるし、うんうん、でもし、だから同じ日本人とか、うん、なんかもうある程度言葉が喋れたとしても、うん、通じ合えない人とは全然通じ合えなかったりするじゃん。それをすごい感じて、うん、私って大体なんか、なんだろう。落ちてる時に、うん なんか、すごいポジティブな曲を書くんだけど、なんかもう自分に書いてるみたいな感じで、エブリシンググッドもだから、そう、まあ別にそのボストンの子だけじゃなくって、なんかすごい、言葉の壁をすごい感じてた時だったの。なんか、ちょっともうニューヨーク来て、まあ1ヶ月ぐらい経って、もうちょい浅かったかな。なんか、すごい、結構もう言葉の壁に疲れちゃってた時で、 なんかちょっと自信なくなっちゃってた時だったのね。うんうん、もう本当だから言葉が通じない環境にさずっといるっていうのを大変さを分かった時っていうか。でもやっぱり関係なくでもすごいニューヨークでもいろいろ友達ができたんだけど、うん、本当に通じなくても仲良くなれる人とは慣れたなって、うん、あ言葉じゃないんだなっていうのをすごい感じてうん、うん、であの エブリシング・グッドの歌詞に、うん、あ,あなたを傷つける人はあなたの表面しか見えてない、うん、本当のあなたを理解するために言葉も見た目も必要ないからっていうリリックがあるんだけど、うんうん、まあもうもうそことかも,すもうそ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 うありがとう, <laughs> そうだからなんか そういう、一番だから言葉の壁を逆に感じて落ちてた時に、いやでもそこじゃないなっていう。あとは。結構自分を鼓舞する感じだった。そうそうそう。し、なんか本当私だから行き当たりばったりで、ニューヨークにも知り合い一人もいなかったの。そう。で、一人で行ったから、で、泊まるとことかも最初二日間ぐらい決まんなくって、なんか、そうそうそう。なんかもう、なんかすごい結構大変な思いしたんだけど、 でも本当になんかなんだろう今目先のそういう大変なこととかいろいろあるけど、うん、でも絶対に、まあ明日とか、うん、まあそれがいつになるか分かんないけど、うん、何かを得れる日は絶対来るわけでうん、うん、あここに来てよかったとかあこのために、うん、あのてかいいことって必ずいつかあるじゃん。うん 今はだからもう結構最悪な状況だしもうどこに行っていいかももう何しに来たかも分かんないみたいなニューヨークになってたけどでも今それは今をゴールに考えてるからでそれをじゃあまあ絶対にもうこうやってがなんか生きてたらいいことあるからそのいいことがあった時を自分のゴールにしちゃえばあの。 それってそうそうあっじゃあこのそう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 家庭でしかないからなんかっていうのを発見した瞬間もうそういうのがいろいろ重なってそれを全部バーって曲にしたのがエブリシング・グッドそうそうそうえでもそれまでさ作詞みたいなこととかってずっとしてたっていういやしてなくって本当に私だからその 好きになったアーティストを、うん、カバていうで、うん、そこにすごい、うん、なんかあの執着執念はあったんだけど、うん、本当にだから逆にオリジナル性が全然わかんなくて自分のそこが結構めちゃくちゃ課題で、うん、あ自分の中でねそうそれをなんか見つけたいっていう目的もあってその海外に行ったんだけど本当に見つかってるって <laughs> そう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 ,そう本当になんかそうだから 最初エブリシング・グッドも超もう人に聞かせるのめっちゃ怖くって確かに自分のだってね、まあ、本音みたいなもんだしそう,そうなんか「えどうなの <laughs> どうなのこの曲?」みたいな本当に初めてだったから、うん、超恥ずかしかったけどじゃあ本当にあれが初めての作詞みたいなことなんだそうあでもなんかその前にちょっとそのノートにためてたのはあるんだけどでもなんか全然しっくりきてな,なくって何かうんうん、うん 今もちょっと恥ずかしいから出したくないぐらいのそうあれなんだけど <laughs> あでもかそれが初めてって言っていいと思う本当に初めて人に聞かせたオリジナル曲、えー、でも常になんかメモみたいのは取ってたの何か日頃からなんか撮ってたね特にその,あのアメリカに行くためにさ、うん、お金を貯めてたって言ったじゃん、うん、その働きながら、うんうん、であの美容部員をやってたんだけどそうそう b o b 部員って結構その店舗に立ってる時間が長くって、ね、お客さんがそういればいいけど、うん、いない時って結構暇なのね、うん、そういう時に結構書いた曲ある <laughs> そうそうそうなんかそういう時にいろいろ考えるわけだから、まあ、そのうん,、うん、なんかいろいろ考えて浮かんできたことをなんかノートに書いたりとかはしてたへ、うんうん、えー、でもちょっとちょっとそこから曲になったやつもあるかなうん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  うん、じゃあ結構まあ書き留めでたんさ、うん、そういうさ「これメモしよう」みたいな,なんか書いとこうみたいなのって、うん、どういう時にさそう書き留めておこうみたいなのってあるのでも本当になんか、まあ、全然そうじゃない時もあるんだけど、うん、やっぱいい歌詞書ける時って本当になんとに何だろう、うん 感情が動いた時動いいたてる時、うん、だから割となんかすごい落ち着いてる時って、うん、あんまりなんか心に来る歌詞って書けなくてなんかそれよりもなんか悔しいことあったりとかうん、うん、なんかそういう時にうん、うん、なんかそう本当に感情が動いた時のしかもそのリアルな感情自分の。うんうんうん 落ち着いてる時ってさ綺麗な歌詞を書こうとしちゃったりさ、うん、考えちゃうけど本当になんかもう考えてる時ってよりももう、うん、なんていうのその自分の感情がすごい溢れ出てきてる時のそのリアルなやつをあのが割と曲になってるかも。<ー>そうフィールとかもそれであれめちゃくちゃ追い詰められてる時にワ、うん、ーって自分の感情を。うん だからな,んならもうこういう曲書きたいってよりも今この曲しか書けないみたいな、えー、今もうこ,のこれしかもう言えないみたいな時に書いた超リアルなリリックがやっぱ結構曲になってるかも、えー、そ,うそうだからなんかそういうなんか今日も始まる以上の日常それを異常だって気づいて。うん で我慢しなくていいんだみたいなだから「エブリシング・グッド」とかってすごいさ綺麗、うん、な歌じゃんんかすごいポジティブだし、うん、けど「フィール・イット」はどっちかというと、うん、いやでも人人間って闇があるから闇があるのが普通だしうん、うん、いつもそうやって状態良くてポジティブなわけじゃなくってうん、うん、そういう。 あのなんかそういうのも人間らしいし、うん、逆にそこがすごい魅力的だし、うん、っていうのにちょっと気づけて、うん、なんかてかもう吐き出してよくないみたいな、うん、なんか、うん、そういう感じの歌実は「フィー l It」は、うん、そうそうかななんかもうだからほんと細かいことは結構もう3年前ぐらいだから忘れちゃったけど、うん、そういうだから我慢だ しななくくてて良いってうん、うん、だからそう,いうきれいな自分だけ見せるんじゃなくてうん、うん、もう全部吐き出してもうありのままが逆に人間らしくて、うん、私はそう生きたいみたいなまた自分に歌ってるみたいな <laughs> そう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 やっぱ結構自分に対してのメッセージが多い <laughs>、うん、本当にそう,うししかも結構なんか落ちてる時に、うん、なんかやっぱ探すじゃん。うん 例えばだからほんと地獄のさなんか物語であったけど昔話みたいな地獄の下に落ちててさ雲の糸が一本下がっててさそれに登ってくみたいないや全然この話ねこの物語の教訓はなんかね協調性みたいなところなんだけど別に今そう例えに出したのは本当だからね登れるとこを探すじゃんなんか自分の心を引き上げるさ突破口みたいないつもそれが歌なのかもしれないもしかして。うん 結構壁にぶち当たってる時とかに歌を書くことで自分のなんか出口じゃないけど見つけてくみたいななんか振り返るとそうだねなんかやっぱそれみんな、うん、特に私が出した中でみんなに聞かれてる曲、うん、あの愛されてるリリック、うん、でそういう曲が多いかなやっぱり。うん 共感するんだと思う、すごい、めちゃめちゃ。あ、ほでも、だから、リアルな感情だからだと思う。う。こういう曲はみんなに好かれそうとかじゃなくて、うん、もう、私が、私のリアルな感情みたいな。うんうん、だから、まあ、そこに、意外と、だから、偏るかなって思うけど、意外とそこの方がみんな、なんか、共感できるのかもしれない。なるほど。うん、でも、やっぱ、そのメッセージ性みたいなものを大事にするのって、やっぱり、その、ルーツに影響があるからっていうのもある。 あな,んかなんか私あんまり自分のルーツはレゲエって思ってなくって、うん、なんかもう今となっては本当にもうレゲエめちゃくちゃ好きだし、うん、なんか本当になんだろう一番聴いて、うん、なんだろうあ帰ってきたなみたいな思うのがもはやレゲエになってるんだけど、うんうん、でもあ本当になんかまだ全然知識は浅いし、うん、勉強中で。うん どっちかというと R&B の方が私のなんかすごい、うん、本当に最初にやっぱ好きになって歌いだしたのが R&B だから、うん、なんかやっぱりそのゴスペルとかさなんかもう、まあ、その本当にもう芸術って言っていいようなうん、うん、すごいもう特にねそういうだからソウルとかさ、うん、R&B のルーツを、うん 聴いた時が一番やっぱり心震えるし、うん、あ私あ私が歌ってる意味ってここだわみたいな,、うん、なんか歌への情熱を再確認させられるのってやっぱ一番 R&B かもしれないサウンド多分みんなそうなんだけど、うん、レゲエが意外とルーツじゃなくってあなんか何て言うんだろうな ルーツではあるんだけど、ねん,ね、んかあんまりだからレゲエアーティストだっていう自覚もないしあんまりそんなな感じもないよ、ね、そう,そうそうなんか本んにもうまだそうやって言うにはなんか私自身はそう自分に対して思ってるし <laughs> うん、うん、本んににんか今アサウンドで新しい EP を作ってるんだけどレゲエっぽいの一曲ぐらいしかなくんていろんなジャンルを結構。<laughs> うんうん こだわりなくやってってて、うんうん、だからなんか、うん、まあなんだろう、目標、最終目標としては、うん、レゲエーアーティストってよりは、うんうん、あの、なんかボブ・マーリーみたいな、うんうん、その、もう、それが、それが一つのジャンルみたいな。うんうん そこになん,かそうそうなんかすごいレゲエを極めたりとか1個のジャンルをすごい極めてやっていくっていうのもなんかあのめちゃくちゃ大事だと思うしあのかっこいいと思うんだけどなんかやっぱまあ私もだしまあメンバーみんなそれはちょっとなんかなんだろう自分たちのスタイルとは違う逆にだからもう本当にアサウンドって1個のジャンルみたいな。 感じに落ち着くのがなんか一番なんか自分たちに合ってるなって思っててほんとみんないろんなジャンルが好きでなんかそうそうやってるかでもなんだろうほんとにレベルミュージックさっきも大栗さん言ってたけどレベルミュージックがほんとに好きだからなんかそういうまあジャンル分けでレゲエとはなんかそうそう なんか本当にねレゲエだけ言ってる人からしたらさもうあれなんだけどでもなんかそういう本当にレベルミュージックが言ってることは大事にしつつだからスタイルとしてはだからやっぱり恋愛とかよりもやっぱそういうこと書いちゃうしねバビロン社会にうんざりだとかねそう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 そだそう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 

なんかやっぱメッセージ性みたいなことが多分ね重要的なっていうかでもそれに共感する人が聞いたりとか、うん、同じフロアで踊ったりするみたいなことってうん、うん、一種のコミュニティみたいなもんだからそれもすごい政治的なことでもあるしそうなんだよねロックとかさ、うん、なんか本当にかっこいいよねパンクとかさ。うんうんうん だからなんかそういうのが好きだからなんかそう1個のジャンルにはとどまれてないんだけどもう今だってうちらがやってるレゲエって言ってやってる曲もなんか本当に多分いろんなそう,うエッセンスが入ってるんだそのメンバー一人一人がいろんなさあのねメンバー一人一人すごいいろんなとこから影響を受けてるからもうすでに多分もう1個のジャンルではなんか言い表せない音楽をやってるんだけどそれをなんかでもまだまあそこでやっぱり。 常に自分たちがかっこいいって思って作っていくことだけなんかそこだけブレなければアサウンドなのかなって思ってて、うん、そうそうそう確かにそういう感じかも <laughs> でもなんかやっぱり活動を見てると自然発生的になんか共感してる人が増えて,る増えてきたんだろうなってすごい思うなんか。 今の活動を見ててやっぱすごいねね、うん、人もね集まるしさやなんか本当にねぼどん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 コツ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 んかそういう共感してる人がどんどん増えてるのかなってすごい客観的に見てめちゃめちゃ思うっていうか必然的だと思うんだけどやっぱりそれってちゃんと言葉を自分で思ってることをダイレクトに言ってるからちゃんともう伝わる人には絶対伝わってるし。 すごい感じあでもそうだったら嬉しいなんか。てかなんかどんどん土が踏み固まれてる感じっていうかファンとかにもよってっていうのですごいどんどんんかいい位置じゃないけど増えてるのかなみたいなすごい感じるかも。あ本当になにかでもそれは私たちも本当にちょっとずつなんだけど感じてて。その年前に ちょうど緊急事態宣言と、うん、あの緊急事態宣言の日にアサウンドとして、うん、その4人揃ってメンバーあのバンド名もアサウンドって決まって、うん、初ライブしたのが緊急事態宣言の日だったんそこから始まっててだからもうすごいもう一番感謝したいのは、うん、そういう状況でライブを無観客ライブとか配信ライブとか。あの そういう形も多かったけどなんかね普通そうやってだからねお店側もさ叩かれるかとかそういうのさそういう状況でずっとうちらにライブをさせてくれたなんかお世話になったあの箱とかにさ一番感謝したいんだけどそうやってなんかうちらはだからとりあえずすごいライブをめちゃくちゃやらせてもらってきてまあこの3年間だから 本当にライブってすごい直接そこにいる人たちにさ、うん、届けれる一番いい機会じゃん。うん、だからそれでなん,かなんか本んにそうやってライブをさせてくれた人たちのおかげで、うん、どんどんそうやってだん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 聞いてくれる人も増えて、うん、まあ今だから県外からも呼んでもらえるようになったし、うん、なんか不思議じゃんなんかそれってさね知り合いじゃない人からさ、うん、県そんもうね 全然さ遠いさ、うん、離れたとこからさ、うん、呼んでもらったりとか、うん、だから本当にもういろんな人のおかげでどん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 ねそう確実になんか本当広がってきてるから、うん、そうなんか小栗さんもすごい <laughs> 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 本当に広めてくれた中の一人だし <laughs> いやいやそう本当にねなんかサウンドは本当お客さんがめちゃくちゃうん、うん、めっちゃ いいお客さんしかいないなんか、うん、その、なんだろう。なんか、すごい、影響力持ってたりとか、音楽に通だったりとか、うん、なんか、すごい、なんだろう。本当になんだろう。え、えなんか、すごい、素晴らしい人が多い。うん、<laughs> <laughs> いや、全然うまく言えないけど。 なんかほんといろんな人のおかげで,、うん、でいろんな要因が重なって、うん、でまあでさっきも言ってくれたけど、うん、ままああその、まあ、私のね、うん、あの言いたいメッセージとかにも共感してくれる人たちがいて、うん、まあそういういろんな人のおかげでちょっとずつね、うん、広がってきてまあねだから本当にねなんかサウンダー本当にね周りに恵まれてるんだよね。 やっぱ自分たちがリアルなことをずっと、なんだろう、ぶつかってやってるから、それ、その分やっぱ帰ってくるんだと思う。リアルなファンが。そうかもしれないね。うん、やっぱだからライブっていうのも一番なんかリアルなところだし、うんうん、メッセージもそうだし、なんか偽りない言葉をちゃんと伝えてるから、それをちゃんと受け取った人がちゃんとついてくみたいな、素晴らしいと思います。いやいやいや、もう <laughs> <laughs> え。今後やっていきたいこととか、 ありますかでも一番は、うん、一番っていうか本当にその一番近い目標で必ず近いうちに達成したい目標としては、うん、やっぱり世界、うん、で <laughs> <laughs> あのまあどういう形が一番最初になるかわかんないけど、うん、まあライブにも行きたいし、うん、あとまあもうね今の時代 どこにいてもそうやって配信とかすれば世界中の人が聞けるから、うん、まあ今の時点で、まあ、ちょっと多分世界で聞いてくれてる人もいるかもしれないけどうん、うん、もっとそこに食い込んでいきたいから。 まあ本当にすごい具体的な目標で言うなら、うん、タイニーデスクに出るとか。ああ、いいですねそうそうそう。いいね、<laughs> まあそんぐらいの、そのまあ全米チャートとかをもうすぐ取るとかは、<laughs> まあまたちょっと次のステップになるけど、なんか、そうやってもう本当にね、世界の音楽カルチャーの中にもっと食い込んでいく。うん、そこでの影響力をもっと大きくしていく。だから、まあそのために曲も、うん まあ日本語ってすごい美しいと思うし、うん、私も日本人ってことを誇りに思ってるし大事にしたいから、うん、日本語はなんか残していきたいんだけど歌詞にうん、うん、でもなんかまあ要所要所にもうちょっと英語を組み込んでだから海外の人でも意味が分かるうん、うん、大体意味が分かるようにするとかうん、うん、なんかそういうそういう意味でだから。 もっと自分たちの音楽を海外に広めていきたいうん、うん、広めていくっていうかだからもっとどん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 そういう曲を作ってってうん、うん、本当にそう一番最終的な目標は、うん、なんか、まあ、売れてるか売れてないかっていうよりも、うん、本当に共通言語にしたくてやっぱりアサウンドの音楽をうん、うん、私たちが英語の曲を意味わかんないけど聞くように。うん アサウンドもそのね一個の音楽カルチャーの中で、うん、国関係なく聴いてほしいからうん、うん、まあそれはアサウンドになるかまあ,あの私ソロでそうなるかわかんないけどうん、うん、でもあの必ずそれはなんか近いうちに、うん、<laughs> そう達成したい目標の一つでうん、うん、そう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 。 でもなんか今は本当に朝運動でうん、あのでそれを達成するのが一番の目標かな。うん、できると思います。や <laughs> ってれば絶対。<laughs> いやーありがとうございます。まあ奥さんが言うなら。<laughs> そうそう。でエンドトークに行っていいですか、はい、<laughs> よかったなんかとりあえずまとまって <laughs> <laughs> 一生もうしゃるから。でも最後にちょっとメッセージいただくんで。 それでは最後の質問に移りたいと思います。はい。えっと、この番組を聞いて、もっと自分らしくいられる人が増えたらいいなというのが、We Are の願いなんですがあの、自身の経験から伝えたいことなどあれば、リスナーの方にメッセージをお願いします。はい。えっ、ー、と、そうですね。あの、<laughs> <laughs> 急に敬<怪>語 <laughs> <laughs> <laughs>、まあ。私自身、本当に、あの、まあ、さっき幼少期の話、すごいね、うん あの明るく話させてもらったけど結構あのなんて言うんだろうなんかやっぱりこうやってミックスであの半分アフリカ人のうちで生まれてきてでなんかあとまあ白くなりたいとかも思ったし結構まあなんてうの自分の内面的にはすごいあのポジティブであのあ割と来たけどそういうなんかなんだろうそれ自分が元から持ってる変えられないなんか あの物に対してのコンプレックスとかほ、うんと自分の見た目とか、うん、そういうものに対してすごい自信がなかったのアメリカ行ってもうみんながすごい自由に生きてて、うん、でしかも一番衝撃受けたのが本んだからだからかっこいいなと思う人にはさシャツ褒めたりとかさあの髪型いいよねとかさうん、うん、そういうことはするけどなんか。うん ちょっと外れてる人とかうん、うん、なんかなんだろう自分と違う、うん、自分と違うことを思ってやってる人とか自分と違うスタイルの人とかをあんまり批判しないっていうかうん、うん、もはや見てないっていうか自分にしかいい意味で興味がないっていうのをすごい感じてうん、うん、だから私それですごいあ気にしすぎてたなみたいな。てかまあ日本って結構やっぱりまあねその。 同調,し同調するっていうか、うん、本当に人と同じことが美学っていうかさ、うん、しあとまあちょっと批判する違うものに対して批判するっていう風潮もちょっとあったりするじゃんでもアメリカは本当になんか逆にだからもうそういう人にはなんか批判するっていうよりももう,、うん、もう見,見てないし興味ないみたいな、うんうん、だからなんかもう自分とその自分が興味あるもの、うんうんうん にしか気にしててないっていっうか,、うん、なんかそれが私すごい生きやすくって、うん、すごいなんか生きやすいなって感じて、うん、だからまあそ,うそれで「エブリス・イング・グッド」とかも書いたんだけどうん、うん、だからまあ何が言いたいかって <laughs> 本当にあのー、まあそこから私はだからすごい自分を肯定できるようになって自分のことをまあ好きになれるようになったんだけどうん、うん、だから。 なんか本当にまあねそれをどこで自分が傷つくか、うん、学ぶかってすごいポイントっていうか難しいところっていうか人それぞれ違うと思うんだけど、うん、まあ私の場合はそうやってニューヨークに一人で行ったことで、うん、まあ身をもって感じてそこから結構ガラって変わったし、うん、あとまあでもそれを歌から、うん、多分。 学ぶ人もいるだろうし、うん、あとまあインスタのさうん、うん、インスタグラマーから学ぶこともあるだろうし <laughs> うん、うん、セルフラブとかさうん、うん、言ってる人たちとかうん、うん、まあでもやっぱ本当にそれはでも自分が実際経験して、うん、まあ学ばないと、うん、まあ得れないところでもあると思うんだけど、うん、なんかだから本当に。 なんだろうまあ私の今の音楽を聴いたらすごい多分自分に自信がもうずっとあってそうそう多分すごい幸せにね励まされるそうそう楽に生きてるように見えるかもしれないけど、うん、あの私も元は本当にすごい自信がなくって、うん、なんかすごいそれに苦しんでたうん、うん、そうどうしようもないことなのにうん、うん、容姿とかさうん、うん、もう変えようもないじゃん、うんまあ、整形とかしない限り <laughs> うん、うん、けどなんか本当に まあそうなりたいって願ってればそうなれるポイントが絶対にあるから、うん、まあ一番は本当に自分を責め,責めないでほしい何かかそう自分を好きになるっていうのは結構なんか 難しいいって感じる人も正直多いと思う私も何年か前に言われてもそんなこと言われてもなんか好きっていう感情ってコントロールできないからって思うけどでもまあそのだから本当に気づくきっかけとか思えるようになるきっかけは本当にわかんないけど本当になんか自分をそういう時に責めないでほしい責めるっていうことだけはあのしないで。 いればなんか本当にいつかそうやってあの自分のこと大好きになれるタイミングが絶対に来るから <laughs>、うん、で私はやっぱそのきっかけの一つに歌を通してなれたらいいなって思ってて私もそうやってそういう歌ですごい勇気をもらったから、うん、なんかそのきっかけとして私もなんか気づく自分の魅力に気づくきっかけになる歌を作っていけたらなって思います。 素晴らしいと思います。いやーマジで。<laughs> いやーちょっといいんまとめないただったー。まとまって。あーいやマジで。ありがとうございましたー。はいありがとうございましたー。楽 <laughs> しかったー。<laughs> 楽しかったです。ね。